アトリ、ヒューマンエラーを起こすし、ぐうたらするし、ほんとロボットのくせに可愛すぎる、自分を高性能だと言い張るのも、ほんと面白いし、シリアスも良いし、やっぱりこういうの大好きです。来週も楽しみです。以上、アトリのお話でした。